つ森。店の奥から奇妙なモンスターが現れました。三頭身のアップルです。抜群のスタイルを見せつけながら右往左往と不気味なステップ、こちらの入店を阻止してきます。口は半開きですが、しっかりと中央に仁王立ち、そして気持ち悪い伸びのダンス。二頭身だからこそアップルは可愛い。大切なことを教えてくれました。あつ森。案内所前、美男美女の会話が気になる茶々丸です。体は進行方向に向いているんですが、ピエンの瞳はしっかりと二人を捉えています。前方には柵が設置してあります。前に進めていませんが、そのことも全く気づいていない様子。会話の内容が聞こえそうで聞こえない距離感。意識は完全に100対0、美男美女に持っていかれています。ただここで動きがあったか、ジャックが腹を垂れ出しました。リア充爆発にほっと一息。そしてお嬢様の T シャツ、これは価値格です。あつ森。時刻は午前4時15分。意識高い系女の子の朝活、モーニングルーティーンのエクササイズが始まりました。一日の生産性は朝の時間をいかに有意義に使えるかどうかで決まります。そこにやってきたのが朝帰りのボルシチです。家の前で意識低い系と意識高い系が相対する形になりました。今すぐ帰って寝たいというところなんですが、ここは一旦撤退。ルーティーンの邪魔はできませんでした。あつ森。女子力全開のワンルーム、特にクローゼットの中には可愛さの秘訣が詰まっているといいます。一体どんな服が入っているのか、ここは一つ参考にしようというところ、中を覗いていきました。虚無、虚数、概念です。簡単に答えを求めるなという表情。ブーケに完全にやられました。あつ森。最近発見された新種、沖縄エビマヨマトンです。主に暑い地方に生息しています。日本全土に分布するとさまると大きく変わりませんが、緑のメガネをかけていることが特徴です。ピエンの瞳で興味深そうにこちら側を見つめています。手に持っているのもチョコファッションではありません、サーターアンダギーです。黒い部分は黒糖味というところがポイント。しっかりと差別化を図っています。南国のゆったりとした時間が肌に合っているのか、リラックスした表情を浮かべています。少し暑そうですが、新たなライフスタイルを見出しました。あつ森。黒いバラの中に危険な害虫が潜んでいます。威嚇状態の鳴き声で気づくことができました。女の子、虫網を構えて一歩一歩前へと近づいていきます。ここであったが100年目、しっかりと捕まえて博物館に寄贈するまでが島民代表の務めです。擬態する敵の姿をロックオン。捕まえていきました。ゲットしましたが、スズムシです。擬態する伏兵の存在に気づいていませんでした。小さな音楽家による大きな仕事。この会話を終えれば女の子のレクイエムが流れそうです。あつ森。家に帰る途中だった砂浜の女の子ですが、知らない人が家の近くにいます。そしてなぜか高速でタンバリンを連打しています。非常に危ない光景です。穏やかな波の音とは裏腹に恐怖心が募っていきます。ここはどう動くのが正解か、冷静に観察。おっと、ここで目があったか。いや、バレていません。一命を取り留めましたが、長い戦いになりそうです。あつ森。エモさと恐怖の二世帯住宅、落とし穴があるが、ジョニーを直火で炙り出しました。砂肝皮ぼんじり美味しくなあれ、胃の一部、皮膚、尾の付け根がお好みのようです。突然始まったモンスターハンター、火加減が最も重要ですが、このタイミングで外します。上手に焼けました。